屋形船に友人と浴衣姿で向かったら、その日屋形船に乗るために友人と二人浴衣装着で駅に、したら近所にあるオリンピックセンターに研修かなんかで訪れていたらしい大量の黒人のお子様と遭遇。私たちを見た瞬間、どっと歓声が上がった。なんかもうすごい勢いで囲まれた。すごい興奮状態。何言ってるのか判別できないくらい全員で一気に喋る。浴衣に反応してるのはわかるんだが、リアクション不能なレベルで大騒ぎ。引率の先生らしい人が寄ってきたので止めてくれるのかと思ったら、子供らを私の周りに適当に並べる。写真を撮っていいかと身振りで聞かれる。どうもこうもないうちに撮影大会開始。その間も異常なテンション、呆れるほど写真を撮っている。やっと解放されて、友人と一体何だったんだろうねと呆然とした。あんな芸能人レベルのモテ方をしたのは後にも先にもこの時だけだ。きっとあの写真を国に帰ってみんなに見せるんだろうなと思った。どこの国の子らかは分かんなかったけど、日本人文化普及に貢献できてちょっと嬉しかった。と同時に、特に取り立てて美人でも何でもない私らでごめんねという気持ちにもなった。日本に来ると外人の持つ気配がなくなる。米軍基地がある町に住んでいるものです。町で見たことをいろいろ点描。夏のお祭りでは日本人の女の子の浴衣姿に混じって、高校生ぐらいの米人の女の子たちが浴衣を着て歩いています。印象に残ったのがアフリカ系の女の子の浴衣姿。やや濃いめの青い浴衣が肌の色と相まってとても綺麗でした。実に当たり前のように毎年こうやってみんな浴衣を着ています。ちなみに米人さんたちの歩いているところを見たり動作を見ると、何年日本にいるか分かっちゃったりする。着たての人は軍人らしく背筋を伸ばし大股で歩いてくるのですが、1年ほど経つと歩き方や動作が見るからに優しくなってきて、数年いる人は完全に動作が日本人になってきて周囲に溶け込み、外人の持つ気配すらなくなる。この間、日本人のおばあさんが惣菜売り場の棚の前で惣菜を見ていて、その後で2メートルぐらいの外人の青年が辛抱強く待っているところを発見。おばあさんは後に青年がいることに気がつかず、青年も遠慮して物静かに見守っている。青年の様子がどう見ても日本人らしく見え、吹きそうになるのをこらえておばあさんに注意を促しました。なんというか、日本にいると自己主張しなくていい分気楽なのかもしれませんね。